心構えの作り方、自分にできることは何かっていうことを考え続けて、自分が絶対マッチアップする選手が何人かいるんで、その選手にはなかった絶対負けない、戦う心構え、どういうふうに肉体的に能力があるかって言ったらほぼなかったので、やはり考えることしか勝てる方法がなかったんですよね。続いてのトークテーマはこちらです。戦う心構えの作り方、こちらをテーマに進めていきましょう。崎原さんから伺っていきましょう。自分は、まあ、いいイメージを持って入れるように、自分の良かったプレー集だったり、まあ、NBA 選手で好きな選手のミックステップを見て気持ち上げて、あとは自分にできることは何かっていうことを考え続けて試合に挑みます。ネガティブになって試合に臨みそうになる時ってありますか？1年生の一番最初のインカレの舞台で試合出て3ポイント2本連続エアしてしまって、次ボールもらったターンで絶対やってやるって気持ちでドライブ決め込んで、やっぱ自分の強みはそうやって生かすもんだと思って、その気持ちを忘れずに今も続けています。なるほど。織茂さん、はい、崎原さん、気持ちの整え方がとても上手ですね。言うことないですね。いや、もうやっぱり強いチームってこういうメンタリティなんですね。持ってる人間がいるからこそやっぱり強いんだと思いますよ。まあ、僕もほら、いいことばっかりではなくて、もうミスもうたくさんしてきたし、まあ、落としたシュートの方が明らかに多くて、まあ、10本連続で落としてもやはり自分の仕事といえば打つことなんで、やっぱり何本外してもやっぱりその打つメンタリティっていうのを失ってしまうと、もう自分の仕事ができなくなるので、やっぱりそこなんですよね。で、僕はなんか今聞いてて一つだけやりこう違う、まあ、僕自分が良かったシーンって見たことないんですよ。僕は悪かった方を逆に見るんですよ。なんか自分がどうしてダメだったのかっていうのを知っとく必要があるんですよね。だから僕はいい、だって調子いい時はいくらでももう調子いいからいけちゃうんですよ、何もなくても。だけどやっぱりじゃあどう悪かった時により早く立ち直れるかっていうヒントは多分そこにあるのかなと思ってるので、だからなんか自分が悪かった時のをすごくよく見ましたね。崎原さん、このお言葉を聞いていかがですか？はい、なんか自分にはない考えだったので、すごくかっこいいっていうか参考になりました。ちょっと自分もそういう最悪の想定をしての立ち直り方っていうのもトライしてみたいと思いました。まあ、そうですね、考え方多分一つだと思うんですよね。まあ、僕なんか本当にね、何がこう肉体的に能力あるかって言ったらほぼなかったので、やはり考えることしか勝てる方法がなかったんですよね。だから考えて工夫してそれを実行していくっていう、この3つの作業をずっとやってきたものですから、自分のいい部分を良くではなくてより良くするためにこうやってきたみたいな感じなんですよね。2人も良くするんではなくてより良くする方法をもっと考えた方がいいのかなと思いますね。良くするよりも1段階上ですね、より良くする。じゃあ続いて井上選手。僕は2つあって、まず1つ目はそのスカウティングとかしていく中で、自分が絶対マッチアップする選手が何人かいるんで、その選手にはなんかやっぱ絶対負けないっていう気持ちを持っていくのと、もう一つはなんか織茂さんの考えと少し似てるかもしれないんですけど、なんか YouTube とかに昔の動画とか出た時に絶対自分のアンチコメントってあるんですよ。そういうのを見て、その反骨精神っていうか、なんかやってやるっていう気持ちで試合に臨んだりはします。織茂さん、はい、
すごい考え方です井上選手。そうと思いますよ。もうアンチコメントなんてね、僕なんかたくさんあるんですよ。めちゃくちゃありますから。はい。もうね、いちいちあれでも書かれるっていうことは気にされてるってことなんですよ。うん。はい。だから書かれなくなった方が逆にもう全然相手にされないのと一緒なので、うん、逆に書かれて、あ、みんな気にしてくれてるんだぐらい思っとけばいいんですよ。まあ、あのもう一つは、僕もよく相手の分析をしたんですよ、マッチアップする、はい、あの人の癖だったり、例えば間合いだったり、僕本当に、全く能力系ではないので、相手がどれぐらいの間合いで詰められた時には打てない、打てるっていうのがもう自分の感覚の中で分かってるので、だからこそ多分点数ってね、こんな年でも取れたし、ね、ここまで1万点以上取ってきたわけじゃないです か、 だから僕ができるんだから誰でもできると思ってて、僕は能力者じゃないので、考え方一つで点数を取ることってそんな難しいことではないんですよ。だから相手に合わせたことは一度もないですね。お、相手に合わす必要もないと思っていたので。すげえ、崎原さん、織茂さんのコメント聞いてるとメンタル強いなって思いません？はい、かっこいいです。いや織茂さん、改めて織茂さんに今度伺うんですけれども、戦う心構え、どういう風に作っておられましたか？いや、もう僕は本当に勝つっていうやっぱり勝負の世界なので、もう負けるのがやっぱり、まあ皆さん多分お二人とも多分一緒だと思うんですけど、まあ、負けるのがすごい嫌だっていう。でも人間うまくいくことの方が少ないんですよ正直、うん、どんな試合だろうが、もう逆に、まあ、活躍する試合も当然あるけど、はい、悪い試合っていっぱいあるわけじゃないですか、はい、それはしょうがないんですよ。もうそれを受け入れてやるしかない、もう開き直るしかないんですよ。だってスポーツなんてギャンブルなんですよ、うん、プロ選手なんてギャンブルですから、うん、いつクビになるかも分かんないし、いつ終わるかも分からない、ね、勝負だって勝つか負けるか分からない、もうギャンブルなんですよ。どっちに転ぶか分かんない、シュートも 50-50 ですよ、うん、打ったところで、ね、落ちるか入るかどっちかなんですよ、うん、結果は後からついてくるんで、その時どう自分が考えながら全力でできるかっていうところにフォーカスした方が、その代わり絶対に勝つっていう自分の強い意志と、あとはもう全力でやるっていう、もうまさに覚悟っていうものには自分自身は 100% コミットしました。教えてレジェンド質問コーナー。日本人のビッグマンの選手に求められることって、キャプテンとしてのあり方。いろんな失敗をした方がいい、うん、やっぱり人を成長させてくれるものは失敗だから。